ねねえねえ今日さ何の日か覚えてるおその顔は分かってるねあははそうホワイトでちゃんと買ってきたよ。うふん欲しいあははニコニコしちゃってあ買ってきたのさお菓子なんだけどね。なんだと思う <laughs> 正解したらあげる。<laughs> ねえねえ、なんだと思うん違う。クッキーじゃなくて、もっとちっちゃい粒のやつ。いやー、ラムネでもない。もうちょっと大きいかな。茶色くて、いろんな種類があって。あ、そう、正解じゃーん、チョコレートでーす。 見てみて、もう箱から可愛くない。<laughs> でしょいつも頑張ってくれてる君にね、なんかちょっと贅沢してほしいなって思って、デパ地寄ってきたんだ。何十分もぐるぐる回って決めたんだよ。<laughs> 一番可愛くて、一番美味しそうなチョコレート。<laughs> 開けてみて。せっかくだから、今食べてほしいな。<laughs> 美味しそうでしょうあ、あは、い,いえい,いえ、とんでもないです。<laughs> 僕はね、君の喜ぶ顔が見れて、とっても幸せ。<laughs> こちらこそありがとう。<laughs> あ、味あ、えー、っとね、右から順に、えー、っと、ホワイトチョコ、キャラメル、ピスタチオ。 いちご、ビターチョコだと思う。<laughs> カラフルで全部美味しそうだよね。え、僕も食べていいのやったー。いや、プレゼントしたものだけどさ、美味しそうだから、一個だけでも食べたいなーって思ってて。<laughs> バレてたか。<laughs> ありがとう。一緒に食べよう。今君さ、 簡単にうんって言ったけど、ちゃんと僕の言葉聞いてた僕がしようとしてること、ちゃんとわかってうなずいた <laughs> そうだよ。一緒に食べようって言ったの。うん。一粒のチョコレートを一緒に食べようってこと。<laughs> あ、わかった それで、分かった上でどういいお、乗り気じゃん。<laughs> やった。一回やってみたかったんだ。キスしながら、口でチョコ溶かし合うの。うん。ねえ、どれにするああ。ああ。じゃあキャラメルにしよう。ほら、半分口に加えて。 くよあ <laughs> あ美いしかったすっごく甘くてチョコの中からトローンってキャラメル出てきてあと柔らかくて美味しかった <laughs> ね、さすがいいお店のチョコは違うなでもいつもよりおいしかったのは君のおかげ <laughs> 口の周りチョコまみれになっちゃったねちょっとこっち向いて <laughs> 今のが一番おいしかった 僕の口の周りもチョコついてたそっか <laughs> そうだよね君についてたんだから僕にもついてるよね <laughs> なんか君の舌ってエッチだよね <laughs> 急に何言っていやわかんないけど今ペロペロされてエッチな気持ちになった <laughs> 君は天才だねあ <laughs> 僕を幸せにする天才ってこと <laughs>。ねえねえ、もう一個一緒に食べよう。普通に食べるより、こうした方が美味しいから <laughs>、うん。うんうんうん 溶けちゃったねえ <laughs>、ね、このままキスしよう舌入れて <laughs> 君の舌甘くておいしいチョコよりは甘いかも。 うわあ、かわいい。とらんたらん君の顔。とってもかわいい。ああ、もう我慢できない。君のこと、今から食べちゃってもいい